幅木って何？なんで必要なの？河本さんの床の張り替えとかをするときに見積書に幅木っていうのが計上されてたりすることがあるんですけども、はいはい、幅木って何か知ってますか？はい、ありました。私がリフォームした時そうですね、やりましたね、うん、はいはい、じゃあ幅木って何か答えていただいていいですか？幅木、床と壁の間にあるやつ。そうです、はい、正解です、はい、あの床と壁の取り合い、うん、まあ、ここまた写真出しておきますけれども、うん、はい、取り合いにつける、うんうん、あの部材のことですね、はいはい、で一応こちら種類としては、うん、あの木製のものと、うん、あのビニール製のソフト幅木、うん、まあ、この2種類がありますと、うん、はい、じゃあこの幅木、はい、何のためにつけるかご存知でしょうか？うん、いや、なんかこう掃除機のヘッドとかがガンって当たっちゃうと、はいはい、もうそれで壁紙だと剥がれちゃうからガードするためっていう、それぐらいしか知らないですね。あ、そうですね、その目的も一つありますね、うん、で、まあ、もう少し ご説明させていただくと、幅木っていうのは、うん、まあ、あの壁の一番下の、まあ、床と接触する部分に、うん、はい、あのまあ、大体6、7センチぐらいの高さのものをつけますと、うん、でその目的としては、うん、あの川野さんがおっしゃったように、うん、例えばこう掃除機ですね、うん、そういうものがやっぱり壁に当たりますという時に、うん、もうほっとくとどんどんクロスがめくれてくるんですよね、はいはいはい、でそこをまあやっあの守ってくれるために幅木があると。あとはそのキャスター付きの、ね、椅子とか、うん、まあ、そういうのがぶつかった時、うん、はいはい、まあ、とりあえずこう壁の一番下の部分っていうのはいろいろこうものが当たってクロスがめくれてくるので、それを保護するために、うん、にあの幅木っていうのは存在してるっていうところですね、うん、ただの河野さん、うん、もう一つね、はい、実は幅木っていうのは大事な目的があるんですけども、はい、結構大工も気にするんですよ、今回幅木どうすんにゃって言って、うんうん、でそれ何かというと、例えば大工さんがこう床を張り替えますと、うん、フローリングを張り替えますと、うん、っていう時に、うん、幅木があると、まあ、正直多少隙間が 1,2 ミリ空いてても全然問題ないんですよ、幅木で隠してくれるわけなんで、うんうん、はい、けど幅木がないとすると、うんうん、もうピッチピチでつけてやらないと、はい、うんうん、あのやっぱ隙間ができちゃうっていうところでどうなんやという話になるんですけども、はい、でただ、うん、もしその幅木がないということを想像してもらう、うんうん、隙間を埋めるためにピッチピチつけなきゃいけないんですと、はいはい、そうすると今度どういう問題が起こるかというと、うん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 、これは床なりの原因になることがあるんですよ、はいはいはい、これ具体的に分かります、はい、なんかピッチリっていうのがこう壁があって床があって、ピッチリだとこうギシギシってこんな感じですか？そうですね、その床なりっていうのはなぜ起こるかというと、うん、こう床がこうきしむことと何かがこう擦れること、うん、はいはい、はい、うん、これがあのまあ、相まって、うんうん、あの床が鳴るっていう、うん、何かが引っかかる当たるから、はいはい、うん、だから基本的に床を張る時っていうのは、うん、大工さんは、うん、壁からちょっと外して隙間開くようにして床を張るようにしてるんですよ、うん、ただ開けると今度はその見た目的に不細工や隙間が空いてるって話になるんで、うんうん、あの幅木をつけないって話になるんですよ、はいはいはい、もう絶対必要な箇所ですね、まあ、そういう意味では幅木は、まあ、壁を守るであったりとか床なりさせずに、うん、まあ、デザイン性を守るというところで非常に重要な部材になりますね、うんうん、はい、であとまあ幅木で、うん、まあ、お伝えすることがあるとすると、まあ、何色の幅木を使うのかと、うん、すごい悩む箇所ですよね。そうですね、基本幅木は、うんうん、床の色に合わせてやるのが、はい、まあ、一番まあ無難かなと、うん、はい、思いますし、お客さんが、はい、あの特に指示受けなければこっちはその床の色に近いもので、はいはい、オーダーさせていただくっていうのがまあほとんどですね、うん、ただ幅あの川野さん違う色、はい、そうなんですよ、なんかね壁の色に合わせて白にしたんですよ、ね、あ、白の幅木って選ぶ人もたまにはいらっしゃいますね、うんうん、はい、でまあそうすると、まあ、壁が、うん、まあ、壁のクロスの色とどちらかというと合うので、うん、はい、まあ、広く見えるっていうことなんですかね。ただあの問題点としては、うん、あのリフォームの場合特になんですけども、うん、あのドアの枠であったりとか、うん、窓枠であったりとかっていうのは、うん、あのどちらかというとやっぱり 茶系の色を使っていることが多いので、うんうん、はい、そこと比べるとちょっと浮く感じがしてしまうっていうのが、はい、ます、うん、まあ、あの白の幅木を使う、うん、リフォームとして使うちょっとデメリットになってくるのかなっていうところですかね、はい、まあ、幅木も、まあ、細かい部材ですけれども、うん、はい、まあ、考え出すといろいろと面白いなっていうところなんで、うん、はい、リフォームやるときはまあこういうところも気にしてもらえればと思います。ありがとうございました。